さあやっていきましょうか。ブルーホースでございます。ぜひねチャンネル登録ボタン、グッドボタンを押してから動画ご視聴くださいませ。ようこそ、ありがとうございます。ということで前回ね、本当に短いパートでね、気づいたら9分ちょっとしか動画撮ってなかったんですね。あれびっくりしたんだってことなんで、なんか切らずにそのまま続ければよかったなと思って、まあ編集してつなげるっていう手もあったんだけど、まあちょっと、まあごめんなさい、都合上切り分けでやっていこうと思います。ということで、今日は絶対デルラゴをぶちのめすところまでやっていこうと思いますので、最後まで動画ご視聴くださいね。デルラゴがぶちのめされた後のシーンに関しては、もうレオンのね、アヘ顔を見ることができるんで、そこまで見たいよって、男のアヘ顔たまんねえよ、ふずし湧くわーっていうね、方はね、ぜひね、最後までご視聴いただけるといいんではないかなっていうふうに思います。最近ね、動画によってはね、20分ある動画とかでもね、平均視聴時間が2分とかしかないような動画もあったりするから、それは僕の努力不足だから、なんとも言えないところなんだけど、最後まで動画見たらね、何かドラマがあるかもしれないからさ、そんな2分でさ、見切りつけるなんてさ、だってさ、動画、皆さんさ、ドラマとか見るときもさ、なんかさ、10話とかある動画でさ、10話とかあるドラマでさ、ね、最初の5分だけ見て終わるとかさ、10分だけ見て終わるとかってないじゃないですか。ね、まあそれは動画、そもそもドラマが面白いからっていうのかもしれないけどね、まあ、僕の動画が面白くないよーっていうね、ことを言ってる方はね、もうぜひね、動画、コメントね、言ってください。なんとかします。別に、喧嘩売ってこいっていうわけじゃないですけどね、喧嘩売ってきてもいいけど、僕はね、まだね、残念ながらメンタルが非常にね、ひよこというかもう豆腐なんでね、成熟しきってないですから、ね、例えば令和の虎のさ、岩井さんみたいにさ、岩井社長みたいにさ、こう2年3年経って、アンチとかのコメントがいっぱい湧いてきて、で、いろいろごちゃごちゃ叩かれた結果、なんか最初は嫌だなって思うコメントとか消して、自分のことを、自分のそのメンタルを守ろうみたいなことをされてたかもしれないですけど、僕はね、そんなね、アンチがめちゃめちゃ湧くとか、そこまでのね、動画とかを出すことが、これまでできたことがないから、まあ、残念ながらね、ガラスのハートどころかね、豆腐メンタルだから、ちょっとね、お箸でツンってつがれた時に、ふんにゃーってなるから弱いですからね、そういうね、つまんねえ私、とかね、なんとかしの C のね、C ってかいう言葉をね、かけられたら、僕はシンプルに、川に飛び込む水の底みたいなね、川ず飛び込むか。っていう感じになっちゃうんでね、コメントを残していただくのはいいし、厳しいコメントをいただいてね、もっと頑張れよって、こういう動画開けてくれよとか、こういうテーマで喋ってくれよっていうことをね、言ってくださるのは非常に嬉しいんだけど、お手柔らかにお願いしますということで、切り刻んでね、はい、はい、大事なおチンポを切ってあげましょうという、女にしてあげ、差し上げましょうで、まあ、チンポ切ったところで男にはな、女にならないですけどね、知ってる方はいるかもしれないけど、男か女かって、チンチンあるかないかじゃなくて、生殖能力があるかどうからしいんですよね。だから、ないと思うんですけど、おチンチンがあることで、なんて言ったらいいんだろう。おチンチンだけがあるだと、男としては見なされないんですよ。残念ながら。残念ながらって言い方も変だな。そう。で、要は、精子があるじゃないですか。まあ、オタマジャクシちゃんたちね。オタマジャクシちゃんたちがあることっていうのが、生殖能力があるかどうかっていう判断になるらしいんで、まあ、世の中にはすごい不思議な病気っていうのがあって、抗がん性女性化症候群っていう病気。まあ、今なんか、それ多分古い言い方なんですけど、今なんて言うんだろうな。今ちょっとなんて言うかわかんないけど、まあ、そういう病気というか、まあ、そういう生態として生まれてくるっていうケースがあって、それは要は、玉があると。なんだけど、見た目はもう女性として生まれてくるっていう、人なんですけど、なんか見た目女性だから女の人なのかなって思うけど、生物学的に見た時には、その抗がんがあるから、要はたまたまちゃんがあるから、男って見なされるみたいな、ね。だからその逆パターンとかもあるのかもしれないよね。だから、ヤシの木がぶら下がってるけど、女性としてのその受精卵を作る能力だったりとか、要は子宮があるとかだったら、もしかしたら見た目はゴリッゴリの男かもしれないけど、女性ですみたいなね。まあ、あとなんかオリンピック選手とかになるようなさ、人でもさ、時々完全に女性として生まれてきているのに、ホルモンのバランス関係上、男として生まれてきている人とかがいたりとかっていうのがあったりするじゃん。まあ、そんな感じのことが、世の中にはごく稀に起きますよっていうことなんだろうけどね。うん。なんかアメリカの陸上選手かなんかにいたじゃないですか。黒人の選手だったか忘れたけど。ね。あ、でもそれは仕方ないよね。だって女性として生まれてきてさ、そんなさ、男性のホルモンが豊富ですとかってさ、そんな自分じゃわからない話だもんね。
自分が別にそうやって生まれてくれとかさ、別にそのステロイド打ってるとかそんなことをしてるわけじゃないんで、たまたまそうやって生まれてきちゃったりさ、ホルモンが男だから女性選手って認めませんみたいなこと言われたら、そりゃないぜってなるわな。うん、まあ、同じ女性からしたらそんなね、ホルモンのレベルが違うからっていうので同じ女性と見なされて全然記録が違うとかなったら、ちょっとまあ競争相手としてはかなり辛い部分があるかもしれないけどね。まあでもそれはあるあるないないは仕方ないよね。っていうわけで、ここまで来たんだけど、まだもうちょっとここで2体敵がいる他に追加される、あーちょっと待って、やべ、フッと折り返る。くそ、たまにインターバルが短くて蹴れないっていうことがあるんだよな。やっぱ追加されたね、敵がいっぱい出てくるコース。ここあークリティカルヒーツなんかクリティカルヒートドゥッドゥってネタあるじゃないですか。なんかあれもともとなんかのインフルエンサーの人が元ネタだみたいな、だからそれの元ネタになっている芸人さんがそれを TikTok かなんかでやった時にパクるなみたいなこと言われたんで逆だったっていう、なんか悲しいエピソードがあるのを聞いたことあるけどね。よし、すごい引っかかってる引っかかってる。モキバチモキバチ、ちょっと意外と硬いんだよな。やっぱ頭打たないとダメなんだろうな。ほい、おう、引っかかってたやつが一番真っ先にクリティカルヒット食らってる。オッケー。装填。まだ追加すんのか。あ、すぐ簡単に吹っ飛んでいくニット帽野郎だ。このニット帽なぜかね。あ、ここかい。あ、ほら、そう、だから、もう、あれだな、マイパート言ってる気がするから、もういい。あ、じゃあ、吹っ飛んでねえわ。あれ、このニット帽吹っ飛んで、あ、わかった。なんで、おデブちゃんのオーバーオール着てるやつのニット帽が吹っ飛んでいくかって、頭のサイズ合ってねえからだ。だから、ちょっとした衝撃でゴムが緩んで、ピョンって、あ、ちょっと待って、危ねえ。痛い。にゃろ、ヘビ。あれ、どこ行った？ヘビ。あれ、どこ行った？いねえ。消えた。こういう場合、大抵上に登ってってるんだけど、あ、ちょっと待って、お金がある。こっちも敵はいないよね。いないよね。特に拾うアイテムも多分ないはずだから、これだけ拾っていこうか。よし、じゃあ、向かっていこうか。敵特にいないよね、多分ね。で、ヘビーなヘビーを倒したかったんだけど、だいたいこの辺りを坂をうにゅうにゅうにゅうに登っているのが見当たるんだけど、いないよね。いないな。じゃあもう探すのもめんどくさいんで次進みましょうか。OK。さあやっとここまで来れた。本当にもうなんでこんなにパート刻んだのよって怒られても仕方がないと思うんですけど、まあちょっとパート刻んじゃったんでね、しっかりとこいつを倒すところまではぶちのめしてやっていこうと思う。倒すところぶちのめしてやっていくけども日本語になってないよね皆さんのご指摘は最もでございます。僕が一番感じてるところだからね、そんな言わないでよ。はい、せーの、ジャポン。思ったけどこれは何だろうな、やっぱり同じ寄生虫の匂いとかがするからこいつら襲われないのかな。自分が村人だったらいつその山椒魚に襲われるかわからない恐怖でこんなところでプカプカ浮かびたくないもんね、シンプルに考えると。そこら辺どうなんだろうな。くぶわてか、なんでこいつ飼ってんの？遺体処理班ってことなのかな？跡形もなく、この村に潜入してきたやつを食べ散らかすことができるから、わざわざ危険にさらされたとしても、こいつを飼ってるとか、そういうオチになるのかな？と言いつつ、もう一人の警官は焼いてたけどね。あれ、真ん中で焼いてたの何だったのかな？あ、燻製焼きにして、非常食とか？燻製にする、燻製は、ああいう焼き方じゃ多分できないよね。ええー、わかんない。誰か詳しい人教えて。なんであれ真ん中で焼いてんのと餌にするのとで分けてたんだろう。バイオハザード4、七不思議の一つですね。あと6つ、この実況やってる中で探すことができるかな。まあ、もう一つの不思議は、なんとなくこう、これも不思議だなって思ってるのが、あれなんですよ。最初のさ、村人に遭遇した後にさ、なんだトラックこっちに向かってくるぞ、早く逃げろ、キャーってやった後にさ、死体の回収されるスピードがあまりにも早すぎるっていうね。さて、まあ、ここを撃ってね、本当は、
魚でも回収したいところだ。別に今魚いらないもんね。よいしょ。ちょっと、痛い、下手くそ。操作下手くそか。こっちに行って、避けて、あの小屋に向かっていこうと思ったところで、オオサンショウウオ登場。そう、オオサンショウウオってマジででかいんだよね。京都水族館に、去年の秋に、家族で行ったんですけどね、娘とか連れて。で、生きてるオオサンショウウオが、オオサンショウウオが入り口入ったとこすぐくらいに何匹かいて、一匹一匹がすっげえでっかいの。でもなんか、多分水族館で飼ってるからあんまり感じなかったかもしれない。自分のもし、ペットで飼うとしたら、すげえ可愛いんだろうなとは思った。ゆっくりゆっくり動くし、なんかこう、撫でたら結構懐いてくれそうな感じするけどね。こんなサイズは絶対嫌だけどね。うん。ということで、これがむずいんだよ。コントローラーとかでやるときは、そんなに対して、その標準が動かないんだけど、なんかマウスでやるとすげえ感度がいいから、ほら、思いっきり外したでしょ。だから、ね、右から左へのね、動かし方がね、すげえね、ブインっていくんだよね。だから、慎重に狙っていかないと、これちなみにノーマルとプロフェッショナルで、打ち込む本数は変わらないのかな。うい、おいしくいただきましたってか。そうはさせねえで。そう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 、14発だったっけ確か。打ち込むだけいけない。これで今2、3、消えます。あー、でなぜか繋がってたはずのロープが消えるという謎仕様なんだよね。でこの間は勝手に構えてくれるから、しかもこれレーダーがね、ちゃんと反応してくれるってね、実はこの、木のボートはね、なんか AI 機能が搭載されているっていう優れものだったりするんですよね。あー、外した。グイン。くそ、こいつ強いんだよな。強いというか、やりにくいというか、うい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 。むにゅ。お尻の穴、お尻の穴、もう一丁お尻の穴、避ける。オッケー、グイッと。あ、違う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 、水しぶき。これ9月くらいのスピンだよな。9月くらいのスピン、この格好で結構寒いんじゃないかな。あ、でもどうなんだろうな。2月にスペイン行った時とかはバルセロナくらいの地域だったらそんなに、もちろん防寒具をつけてはいったけど、でも途中でコートとか脱いでね、普通になんだっけ、タートルネックと下にシャツ1枚着るとかで十分だったけどな。その日めちゃめちゃ晴れてたからね。この日めちゃめちゃ曇って、これめちゃめちゃ曇ってるもんな。あれ、なんだっけ、闇金牛島くんの好きなセリフがさ、社長、今日天気いいっすね。めちゃめちゃ曇ってんじゃねえかよ。あれ、映画のパート2だったかな。高田と本来はマサルがね、喋るシーンなんですけどね、漫画の方だったらね。はい。ということで、なんか、何発ぶち込んだか、もうちょっとあんまり記憶が曖昧なんですけど、なんか、よくわかんないけど、倒すことができたんでね、とりあえず、クリアです。あ、ちょちょちょ、わ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 、よし、なんとか倒すことができましたね。ああ、よかったよかった。今ね、手元見ないでやってたらめっちゃ C 連打してた。危な危な。はい。よし、じゃあ無事倒すことができたんでね、最後まで動画見ていただいてる方はね、ぜひね、チャンネル登録ボタンとね、グッドボタンでね、よかったよーってコメントともにね、やっていただけたら嬉しいでございます。はい。今回のね、動画の冒頭にね、最後まで見てってちゃんと言ったんでね、最後までいてくださってる方ね、本当にありがとうございます。もう本当心より感謝申し上げます。ありがとうございます。ということで、そのご褒美としてね、今から、レオンさんのアヘ顔を見ることができますんでね。アヘ、アヘ、あー、さっき味わった快感がたまらないでゴンス。ビクンビクン、ムラムラ、ベチャ。果てちゃいました。はい。ということでね、本日も動画最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。ぜひね、チャンネル登録ボタンとグッドボタンを押してね、応援のほどしていただけたら嬉しいです。ということで、次回からね、寄生体ウニョウニョが出てくるという、いよいよバイオハザード本番が始まっていくという感じなんで、ぜひチャンネル登録ボタン応援とね、よろしくお願いいたします。では次回パートでまたお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。